こんにちは、コンサドーレを運営する山口樹です。普段ね、私北海道コンサドーレ札幌のね応援動画とかをいろいろ出してるわけなんですけれども、たまにねそれ以外の観戦動画、例えば過去に出したことあるのは日本代表の動画だったり観戦動画だったりね、そういうのを出したりするんですけど、今回もねちょっとコンサドーレ以外の動画になります。久々のね投稿ですけどね。ということで今回は J3 のね FC 大阪対 FC 岐阜っていうところの試合をね見に行こうと思います。イエーイ、イエーイ。ということで今日ははい、アシスタントのうどんさんも来ていただいてるわけです。実はね皆さん知ってますか、 J リーグにはね、セレッソ大阪とガンバ大阪っていう大阪のチームが2つあると思うんですけど、実はね J3 にもう1個ね FC 大阪っていう去年ね J3 に昇格した、去年は JFL だったチームがあるということ でしかもね今年結構強いんですよ。それが私ね、なんで注目して見てたかって言ったら、まず私自身が実は大阪在住なのと、あとね基本的になんかセレッソって大阪の南というかの地域の人、エリアの人が応援するところ、ガンバ大阪は大阪の北のエリアの人が応援するチームなんですけど、 FC 大阪って大阪のね東大阪っていうところにあって、実はね私大阪の東大阪というねその FC 大阪を応援するエリア在住でして、だからねずっと気にかけてはいたんですけど、今年めっちゃ強いなと思って、でようやくね今年応援に行けるという形ですね。いや今日はね FC 大阪の方に座んないからね。あ、そうなんすか。そう、対戦いやそんな、いやだって対戦相手の FC 岐阜が今日ね、はい、そう、今日 FC 岐阜対 FC 大阪なんですけど、そっちに座りますか。なんでですか。ゴールに座りますから。いや私のね、このうどんの出身のね、県が岐阜県でございますので、ちょっと待って、マジっすか。ほんと、もうチケット取っちゃったから。いや、確かにあなた、岐阜出身っていうのは知ってるんだけど、岐阜子で、あ、ちなみにうどんさんは、山口家メンバーの一人ですか、ね、何人かいます。そうですね、そのうちの一人でございます、はい、ちょっと待って、 FC 大阪の応援に来ちゃうんだけど、いや FC 岐阜の方に、 FC 岐阜の方に、はい、はい、もちろんじゃないですか。もちろんじゃねえよ。だって私出身が岐阜だから、はいはい、もう出身だから。いや、あなたはね、だって普段は私コンサー応援してますけど、で札幌はゆかりないこともないんですけど、まあそこで育ったわけじゃない。まあ地元のチームではない。でも岐阜はね違う、もう19年間住んでまたね今年から戻ってくるだからそれはいいけど、だから、そのね門出を祝福するような試合になってくれという気持ちを込めて。なんで俺もいる。いや、だっていつも一緒に見に行ってるから。一緒に行ってるけど一緒に見に行ってるから。山口メンバーは今回行くけど、今日は東大阪、FC 大阪じゃない。あ、違うよ、だから FC 岐阜だって言って、ね、俺どういう気持ちで試合見ればいいんですか。いや、岐阜のサッカーはこうだぞっていうのをだって見たじゃん。待って、岐阜ゴール裏ってこと、うん、そうだよ。チケットは買った。え、チケット買ってくれてたよね。うん、それで買うやつを岐阜の方で買った。岐阜の方で買ったの。え、チケット買っといてって言われたから、あ、じゃあ岐阜買うぜと。やられた、うん、チケット買ったよってちゃんと言ったし、だから今日は FC 岐阜の方で見ますんで、すいません、ね、マジっすか、はい、ということで。いや、ついてるけど。ついてんねんけど、ちょっと待って。何心の整理が追いついてないねんけど。いや岐阜応援するんだよ。まあ岐阜の方がね、正直知ってる選手はでしょ、柏木陽介、宇賀神とかね、うん、あとんどかちゃる、んどかちゃるさ知らない。あの人マジでめっちゃ点決める人いるんですよ。あの浦和の調子乗り世代の選手は結構いるんですよね。知ってるけど、そう、なんでマジっすか、はい、楽しい試合もう来てるけど。ると思います。ちょ待って、しかもさ、うん、今日 FC 大阪なんか無料招待チケットを配ってるんですよ。そうなんですよ。だから、屋台とかめっちゃ多いの。そう見えるかな。なのに金払ってアウェーで見んの。うん、何を言っても見れって言って。そう、無料チケットあるなと思って、うんうん、あ、じゃあチケット当日でいいやんと思って。そういやもう来ましたよ、この花園に。うん、岐阜の方で見るからね。はいはい、はい、いやもうじゃあ、はい、まあでもスタゲルとかは平等に楽しい。平等にそこをね、いやそこだ、平等だから、あの俺の今の気持ちを平等にとならんの。平等でも私岐阜出身だから、やっぱ岐阜への思い入れがすごいから。知らないのよ、あなたのことは。まあということで、まあじゃあとりあえず紹介しましょうか。はい、はい、花園ラグビースタジアムって言ってラグビーの聖地らしいですね。知ってる？うん、高校ラグビーの決勝。ああ、そうそう、甲子園みたいなところなんですよ。だけど FC 大阪のサッカー用に使ってるという。こっちが広場になってて、結構岐阜サポーター多いな。いや、だって近いもん、岐阜とね、岐阜と大阪近いから、ね、ノーサイドカレーパンとかありますけれども。ノーサイドってラグビーの試合終了みたいな。そうそう、 FC 大阪は水色のユニフォームなんですね。岐阜はね、深緑で。そう、岐阜は今回は
関ヶ原の試合エディションの。そう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 。あ、ちょうど今前の歩いてる方、岐阜の方かな。ちょっとね、J1 の試合ばっかり見てるとやっぱ J3 の試合とかあんま見に行かないと思うんですから。乗れってやる乗れってやる。だからね、 J3 の雰囲気ってどういう感じみたいな気になる人も多いと思うから、そういう人にも伝わる。熱さは変わんないから。あ、もう全然、ほらゴールラ入場券、いやいやハリセン分。そういうことね、ゴールラがハリセン、そうそうそう、あれがもうチケットの、そうそうそう、ハリセンがもらえる。ここの広場すごいんですよねやっぱ。うん、僕もね7年間東大阪に住んでるんですけど、すごい憩いの場みたいになってるんですよ、ここが。山とか、そう、あっち、あっち生駒山って言って、あっち越えたら奈良県があるっていう。でも聞いて、はい、あの岐阜のねホームグラウンドも山がすぐ近くにあるんですよ。あ、そうなんです、ね、今日山ダービーですね。だから山ダービー、金華山対生駒山の山ダービーです、ね、私は今日初めて、そうですね、生まれて初めてだって、自分の地域の応援チーム、応援しよう。まあ、ちっちゃい頃からおそらく何回かはゆかりが、まあね、一緒にね玉蹴りしたことパスパスした、そういう生きてたらあるから、そう、小学校とかに来てくれるからね。でもその試合を見るのは初めて。あ、それはね、やっぱ札幌サポーの皆さんも初心に戻ったというか、今日初心の回だから初心の回。ちなみに J3 の順位って J3 で2校 J2 に昇格できるらしいんだけど、まず FC 大阪が今6位、2位との勝ち点差が7か、だからまだ昇格の可能性はあるね。岐阜は、岐阜8位だ。ほら頑張ってんじゃん。 FC 大阪が6で岐阜が8位だから、あ、岐阜も J2 昇格の可能性はある感じだね。絶対落とせないからね。絶対落とせないし、絶対落とせないよ。結構やだからこんなに人来てんな。そう、うん、J2 にいたチームやもんな。そうだね、岐阜も。札幌と昔やってる。あ、昔俺厚別市民とかラモス監督の時ね、ラモスと会ったことある。ツタヤにいた。ラモスツタヤにいるから、そう、近所のツタヤにいた。いや、そういう感じで札幌の人はさ、小野伸二さんとかと会ってるのかな。会ってない、いるやんみたいな。あ、でも伸二さんは、うん、よくオータムフェストにいるらしい。あ、そうだよね、香川真珠も大阪に住んでる。え、ワンチャンのさ、ワンチャン上田にいるかも。上田のルクアです。ルクアでご飯食べてるの。テップファイブとかに住んでる。若くない？ルクアそこで買ってる。誰がわかんの、誰がわかんの、この層。関西のローカル東京。今日見てくれる視聴者の方は、うん、まあ、札幌サポの方と、うんうん、岐阜の方、岐阜サポの方、うんうん、FC 大阪サポの、うんうん、全然拠点違うから、ね、かバラバラの層に見ていただくと思うから、この層。私岐阜ローカルネタ強いから。ああ、そうだから、もう3県のローカルネタを出していかないといけないっていう、この難しさに、その投稿者としての頑張ろう、我々、はい、頑張りましょう。花園のね雰囲気とかを味わってほしいなと思うけど、う、ね、今からデザート食べてスタジオの中に入っていきましょう、はい。なんか今タイのお店に行ったんですけども、ちょっと昼飯食ってきちゃったからこういうのを食べます。これね、タイで人気のクレープらしい。あ、いい、こういうとこで食えるの嬉しいね。うん、今命かかってる。自分の地域のチームやっぱ命かかるよ。負けてもいい試合なんてない。ないよ、うん、それを俺今回 FC 大阪でやりたかったんだけどね。出てたの。ということで、スタジアムの中にね入っていきたいと思います。花園ラグビースタジアムと書いてありますけど、かなり追いやられるな。スタジアムここにあんのにアウェーこっちってもう帰れってこと。岐阜のサポーター思った以上に多くてびっくりしてる。いや、岐阜はね来るから。アウェー席が遠すぎるっていう。あそこスタジアムなんだけど、だんだんと逆方向に行ってんだけど、あ、ようやくここで、ああ、ようやくあった、ようやく、ようやくここか。ビジターの、ビジターゲート新規入場口、遠い、ね、めちゃくちゃ遠回りさせられました。やっぱビビってんじゃない？皆さん来るって。あ、ほら、体験室のシール。あ、本当だ。だいぶね。本当だ。こっからか。一宮ナンバーとかの。あ、本当だ。岐阜のナンバーの車が止まり始めてきた。ここですね。ちょっと、あ、じゃあそこにチケット入場口がある。こっちラグビー場。ここもラグビー場で、ね、あ、今ちなみに入ったんですけど、ここもラグビー場。じゃあ席もあるよ。ね、応援もできるよ。こっちもラグビー場。ここもそうだよね。すごい。すごい。これラグビーの。やっぱ本当にラグビーの聖地と言われてるからさ。花園だよ。どこでもラグビーできる。どっちでもできちゃうからね。だってこっちにも、あっちにも今野球、野球できるとこがあったから。うん、サッカーだけがここだけなんだけど、まあ、サッカー物いらないからね。ゴールだけやればいいから。ここでサッカーしてるしね。でね、やっぱね J リーグだから、うん、アウェーでも多いわ人、ね、去年 JFL の試合やったから、なんか30人ぐらいだったんですけど。じゃあ花園ラグビー場に入りましょうか。アウェー席ですよ。おお、
1年ぶりだね、うん、結構埋まってるよ。本当だ、埋まってる埋まってる。これコルリ、コルリ中段がそこだな、ドラムセット、ガチドラムセットある、すげえすげえ。あ、陽介だ、俺たちの、俺たちの陽介、俺たちの陽介。どこが見やすいかな、こっちも見やすいっぽいけどな。そうね、距離近いね、ね日差しがね、うん、直射日光が、ね、マジで雨降ってるよりマシだけど、10月半ばとは思えない暑さではある。ポカポカ陽気ですね、うん、ということで、あと1時間と10分ぐらいで試合、次進め、アワレガシー、アワフューチャー。今ちょっと日陰でね、試合前なんで休んでたんですけど、あっちめっちゃ日当たるからね、なんか太鼓の音がどんどんと聞こえてきたので、こっちのアウェー席から見に行ってみようと思いますけど、試合もう今50分前だから応援が始まったっぽいですね、そろそろ。あ、始まってる。すごい。あ、選手がもう来たわ、練習入場。ゴールキーパーかっこいいですね、このフラッグも。今んとこアウェーの方が人いるんじゃないかってぐらい、あっちがホームなんですけど、石岡の割と気合い入ってますね、岐阜の応援も。AFC 岐阜、おお、これが FC 岐阜。チアリーダーグループがいるらしい。東大阪市市長が生まれる、市民だけど歌えないです、ダメじゃん皆様も一緒にご清聴ください。すみません、
すごい。カペラなんだ。カペラで歌ってる。すごい。立ったよ。失礼しました。お願いします。前半終わったけどちょっとぶち切れてるんですよ。警備員も出てきてるでよ。というわけで0対0ですね。はい、どうでした前半。いやでも結構攻めれてたんで、まあ、ギフペースであったよね、はい、そう、うん、まあ何回かね、うん、ヒヤヒヤする時もあったけど、シュート1本とかしか打たせてないんじゃない、うん、最後のなんかヤバかったやつ、どこを飛び交ってましたけれども、もし気になる人いたら出すので見てみてください。我々も状況あんまり理解できてなかったから、気づいたら笛鳴って終わって、うん、みんな切れるみたいな、ね、後半1点ぐらい入りそうな気はする。そうだ、ね、後半多分選手変えるから、うん、また攻撃的なウドコンとかチャールス、田中純也、柏木あたりを入れて流れ変えたいな、ね、完全にこっちに勝つよこれは。これ勝ちそう、勝負勝つよ、勝つよ、でもとか言うとなんか3点ぐらい失点するみたいなやつもあって怖いから、コンサパターンやめ、あんま大きい声で言えないけど、まあまあ勝ちましょう、後半ね、うん、1点か2点は入れると思う。2点かな、2点は入る、2点、2点、ロースケ、え、柏木、うん、次進め、アワレガシー、アワフューチャー、勝利をつかめ、君が男なら、あの場のロラスト、こっから、頼む、いける、勝ち点1を分け合う形になりました。いや1点をね、分け合ったね。審判くんさ、審判くんさ、そっちの寄りだったな今回は。ちょっと FC 大阪の笛やった。いやめっちゃ燃えたわ久々に。FC 岐阜、FC 岐阜、FC 岐阜。FC 岐阜、Thank you.
頑張れ次も多分フルスの人です。不思議が不思議大阪の今不思議大阪の選手おお。お、ジュンヤ。ジュンヤ。ジュンヤ。DJ DJ 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 DJ。吉大阪の人だ。はい、というわけで終わりましたね、はい、結果は1対1、引き分けね、引き分けの同点、うん、まあ岐阜側としては先に先制されて、そうだね、追いついた形での同点になりまして、うん、田中純也選手のね、ゴールでしたね。ね、燃えたね、あれはヴィッセル時代から変わらないプレープリ収めて打つそう、で、いやすごいね、サポーターって熱いわ、うんうんうん、びっくりした。それはビシビシ感じたよ。そう、全然なんかカテゴリーとか関係ない。もう、勝たすぞっていう目的で、うん、ね、点入った時のあのうおーってなり具合とか、うん、やっぱ選手でいうと岐阜の方はあのウイングの村田選手、うん、サイドハーフの選手、うんうん、俺は印象的だったかな、ね、岐阜の三笘いる、岐阜の三笘勝手にあだ名つけたけど、自分で仕掛けるタイプだった、ね、そうみんなの喋ってる声の岐阜弁やったんで、うん、そこかい。いやなんかね、うん、そう審判にさ、うん、見とったやろって叫んだ人がいてうわ私と喋り方一緒やと思ってなんかそれがね、うん、嬉しかった。いつもさ当たり強かったね、そう、審判に当たり強かった、当たり強かったあの冬場いるけどね、札幌で冬場の人だったら分かんないけど、みんな岐阜を愛する気持ちというか、うん、本当ね、自分の沈んでる地域を愛するってのは、うん、めっちゃ来てたし、そう、純也がね、うまかった、ね、いや田中純也、そう、柏木もそう、うん、やっぱそこのイブシ銀チームが良かったね。ベテラン陣はさすがのプレーでしたね。そうやな、 J2 カテゴリー上がってくれるように、ね、うん、なあ、うん、応援しようと思います。大阪もやっぱり去年昇格したとは思えないぐらい強い、ね、事実順位も上だからそうだね、岐阜より強かったもんね。強かった守りかますね守備がすごかったね、うん、キーパー永井選手中心に、うん、ということで、はい、じゃあ以上、次はねまたいろんな試合見に行こうと思ってます。もちろんコンサドーレ中心に ね、はい、それではさよなら、ありがとうございました。イエーイ。